どうも、レオンでございます。はい。先ほどですね、ちょっとマックを食ったんでね、ちょっといつ配信するか時系列もめちゃくちゃになるかもわかんないですけども、苦しいんですけども、頑張りたいなと思います。はい。今回はですね、まあ、ネット見てたらですね、大木やはぎの番組あるじゃないですか。で、なんかそれのね、あれテレビでやってんのかな、よくわかんない。なんか、ブルーズショーっていう番組があるんですよ。で、それの、いわゆるなんか切り抜きっていうのかな、ショートカットバージョンかな。それが、ネットでよく流れてくるんですよね。で、それよく見てるんですよ。で、結構なんか面白くて、ね、サッカー日本代表について、いろいろ語ったりとか。まあ、他のスポーツも語ってんのかな、ちょっとわかんないですけど。で、まあ、今はね、もちろんサッカーの時期ですから。サッカー日本代表についてね、語ってるんですが、以前ね、パッて見たときに、YouTuber の、レオザフットボールってんですか？レオザってんですか？あれ。すごいなんか論理的にね、ずっと喋ってる子、動画1時間ぐらい回してるじゃないですか、1時間以上。そんな回すみたいな。すごいよね、それ。それはそれですごいよね。で、まあ、それが出てたんですね。で、何すんのかなと、日本代表について、まあ、徹底討論するんですけど、まあ、その時に、来たのが、福西かながなんか出てたんですよ。日本代表ね。元日本代表。で、まあ、ディスカッションするんですけど、なんていうのかな、もうコミュニケーション成立しないんですよ。誰かが何か言う。あ、それ全く、それ、誰かが、まあ、福西が、僕はこう思うんですよねって言うじゃないですか。そうそう。いや、もう、それは全然違いますね、みたいな感じで。もう、バッて切るんですよ。まあ、見てる分には面白いんですけど、あれ多分、ディスカッションしてる、その、周りの人からしたらすごい気分悪いやろなと思うんですけど、まあでも見てる分にはめちゃくちゃ面白いなと思ってて、で他の人がいろいろさ、確かにそうですね、これはこうですよねだ、いやそれ全く違っててとかで完全否定から入るんですよ。いやそこがすごいですよね。まあ少しは共感したりねするところもあったと思うんですけど、俺もあれショートカットバージョンなんでね、多分10分20分ぐらいの動画やったかなっていう気がするんですけど、いやなかなかすごいですよね。あれに呼ばれるだけでもね、すごいと思うんですけど、いや、めちゃめちゃ、福西が結構ね、無然とした顔しましたよ。そらそうですよね。プロが否定されるわけですからね。それはちょっとね、違っててとか、違うと思うんですよね、みたいな感じで、スパーって切るから、見てる分にはもろいけどね。まあ、ただ、あの感じでは多分続かんやろなって、共演者とかね、うまくやっていけへんやろなっていう感じがするんですけど。で、まあ、そういうこともあったのか、まあ、俺もね、テレビの番組見てるわけじゃないんですよ。俺、ネットで出てくるね、紹介動画ぐらいしか見てないんで、あれなんですけど、それ見てると、レオザは呼ばれてないですね、それ以来。わかんないですけど。呼ばれてんのかな？見てないですよね。で、結構なんかもゲストも、そういう一般素人、まあ、言ってみたら YouTuber も素人じゃないですか。そうじゃなくて、本当にもうちゃんとしたプロとかね、トゥーリオとか、中澤とか。なんかプロを呼ぶようになりましたよね。まあ元から呼んでたのかもわかんないですけど、俺見てないんでね、なんとも言えないんですけど。いや、めっちゃおもろかったんでね。ただあの感じだとちょっと干されたかなっていう、番組的にはね。あの感じで多分続かないと思うんですよね。次、だって、ね、レオさんと話したくないじゃないですか。あんな感じで。なんか話したら、いや、それはちょっと全く違いますね、みたいな感じ。全く違ってて、みたいな感じで。みたいな。めちゃくちゃおもろかったけどね。まあなんかちょっと一瞬過激な方向に行くんかなと思いきや、まあさすがにテレビなんでね、あれ多分テレビだと思うんでね、 YouTuber としてやってるわけじゃないんでね。だからまあテレビらしい番組にはなってましたけどね。でもめちゃくちゃ面白かったですよ。多分動画まだ残ってるんじゃないかな、このブルーズショーっていうのでね、検索してもらったらいいと思うんですけど、またリンクはね、もしあれば貼っときますけども、レオザ干されたんかなって心配してるところです。はい。で、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、最終的に何が言いたいんかっていうとね、ブルーズショー、俺を呼ぶべきじゃないかな。俺は、スパッと切るけども、別にその相手を傷つけるようなこと、不快な感じにはしないから、やっぱりエンタメやからね、俺は。だからその辺は、わきまえてるし、森安は切るけども、周りは切らへんから、俺。だそういう点では、このおぎやはぎっていうの、このメガネはめてるね、二人がけ、あれかな、MC かな。ぜひね、俺を、このレオンを、
呼んでほしいなって、一回チャンス欲しいなって。うん。一回いけら、まあそうね、200万ぐらいでいいと思うんですけど、はい、結構盛り上げる自信はあるんでね、はい、ぜひともチャンスいただければというふうに思います。